次の選手はこのゼッケン1番は中国のチャン選手です。さあ今瀬尾選手の得点が出ました。 9点。そして中国の選手です。チェン・ツイティン。これは塚原さん屈伸の月面ですか。そうですね、高天飛びの連続から屈伸のムーンサルトですね。昨日の個人総合の演技では9.70でした。このチェン・ツイテン15歳です。去年の世界選手権では個人総合11位、一昨年のアジア大会優勝を飾っています。床を得意にしています、このチェン・ツイテン。しましたね。中国は去年の世界選手権団体は4位でした。その去年の世界選手権にもこのチャンは出場しております。さて最後のシリーズ、高い込みの2回宙返りです。決まりましたね。シャックス決まりました。途中失敗があったんですか。2本目のコースで、ちょっと前の方に連続しようと思った時頭ついてしまいましたね。あ、そうですか。これは最後の抱え込みのダブルでしょうか。そうですね、これは決まっております。チャン選手はアジア大会個人総合1位、その時床1位、跳馬2位、平行棒5位でした。段違い平行棒5位でした。昨日あたりの演技を見ましても、今もう一度スローが出ますが、跳馬あたりもなかなか得意な選手ですね。そうですね、足の強い選手ですけど、これがテンポからの連続から伸身宙返りですね。はい、それから開脚ジャンプから電柱にいて、ここですか、ロンダードのところで頭をついてしまいましたね。なるほど。15歳です。まあ非常に幼い顔をしておりますけども、今回中国は15歳2人16歳17歳と、非常に若手のメンバーですが、いずれもまあ世界選手権とか大きな舞台を経験しております。中国の女子は去年塚原さん団体では4位なんですが、今のところ女子の方は先頭グループでなくて第2グループというところなんでしょうかね。そうですね、私たちはあの6位までを第1グループと呼んでますけども、やはりアメリカまでですね、なんとかあの日本もその